堆積断球とは、下肢断球を形成原因ごとに分類した場合の一つの地形であり、土砂等が堆積し、流気することによって形成される断球である。河川の下中流域に発達する。堆積断球は、水流による侵食を原因として形成される、侵食断球とは異なり、 産地などからの土砂の供給によって形成される。土砂が供給され、流気するまでの過程はその地域によって様々であり、研究者によって複数の説が唱えられている地域もある。その例として、1、表記の寒冷な気候下における活発な周氷河作用による岩雪生産量の増加によるもの。2、地震、豪雨等によって山体の崩壊が起こり、 その土石流が堆積したことによるもの。3. 番表記から関心与への移行期において生じた永久凍土の誘拐による斜面の崩壊によるものなどがあり、他にも多数の説が存在する。1.3は氷河地形における氷河の変動を原因としており、永久凍土が存在していた地域に堆積段丘が多く分布している傾向にある。 従って、体積段球の研究は、氷河地形の変動があった地域を対象にされていることが多く、地表温度の観測、過去の気候変化の調査等によって、その形成原因を究明している。ありがとうございます。